8.3 自力で取って ACL のチャレンジャーとなることができました。皆さんおめでとうございます。こうした素晴らしいフィナーレを迎えることができましたのも、ここにお運びのファミリーの皆様、そしてパートナー、自治体の皆様、グランパスのすべての関係者の皆様方のおかげです。改めまして1年を通じて御礼申し上げます。リーグがスタートしたときは暗闇の中でした。1試合を終えてすぐ中断期間に入りました。ただここにいる監督選手たちは、俺たちが暗闇の中の一筋の光になりたい、その思いを胸にこの34試合全力で戦ってくれました。そして今日の結果、すべて皆様方のおかげです。いよいよアジアに向けてチャレンジする権利を得ることができました。自力で来年もここにいるマッシモ・キッカデンティ監督、そして選手たちと共に新たな高みを目指して前に進んでいきたいと思います。1年間いろいろなことがあったこの1年間、なんとか無事に安全に34試合送ることができましたので、皆様方の多大なるご協力と素晴らしい感染マナー、そして温かいお心遣いのおかげでございます。まだまだこのレベルで満足するグランパスではございません。ぜひ皆様方と来年はもっともっと高い山を越えていきたいと思います。そして広島からお越しいただいた皆様も、今日は寒い中本当にありがとうございました。水曜日雪の中での試合拝見しておりました。本当にありがとうございます。それでは皆さん、来年また健康には気をつけていただき、笑顔でまたこのスタジアムでお会いしましょう。今日はありがとうございました。それでは続きまして、マッシモ・キッカデンティ監督より皆様にご挨拶申し上げます。Ho fatto un anno bellissimo, anche se difficile, abbiamo concluso in questo modo, c'entrando un grande obiettivo dopo tanti anni. L'avevamo promesso lo scorso anno, c'era anche una promessa. Ma non solo più tardi, ma anche in questo peccato scelto. Ma per ricordare quanto mi sembra sia il team proprio con me, ieri in Danesia. でそういった一年になるというのを今日に約束をしましたので、その約束を守れて本当に良かったと思います。vorrei ringraziare tutti questi ragazzi che sono qui presenti. Quest'anno sono stati incredibili nell'applicazione del lavoro. Avevamo raggiunto un grande obiettivo e quindi c'è noi, sono sempre tutti quanti, purtroppo sarà.
la società, tutti quelli che hanno lavorato con voi e soprattutto voi, che anche se non riusciamo a fare sempre bene, per il motivo che abbiamo anche conosciamo, ci fate sentire sempre il vostro lavoro. Grazie. 今年、去年から去年までの友情でドラフト1という結果を出すと、そこで約束した通りにと言いましたけれども、まあ、口言うのは簡単ですけれども、それを実現するというのは本当に大変なわけで、さらにこんな1年の中で、それをしっかりやりきった選手たちに、まず、本当に監督という立場から、まず選手にありがとうと、そういうことをかけたいと思います。で、ここに今、一緒に戦った金崎が今日来れなかったので、まあ、彼の名前もしっかりと挙げておきたいなと、そういうふうに思っています。あとは、いつの関係者の皆さん、名前を挙げていくと少し順番が出ないんですけれども、何よりもファミリーの皆さんを一緒に、スタジアムを満員にするということが、やはりいつの日かそういう状態でやらなきゃいけないというのは、ただ思っていることがあるんですけれども、今日も聞いていただいた投手を受けて、ありがたいゲームをすることができました。1年を通してそういった投手というのは本当に強く感じましたので、何よりも皆さんの中でこういう結果が出せたというふうに思っています。chiudo dicendo che abbiamo sentito il Presidente Cassano, faremo anche la società G, che comunque dà prestigio a questa società di nuovo, e sarà più difficile tutto, sarà più complicato, ma noi siamo pronti, vorremmo ancora di più e cercheremo di migliorare, e questa è una promessa, spero di mantenerla ancora, ma sicuro ci metteremo tutti. まあ、約束をすることでそれを実現できるんじゃないかというのがありますので、来年 ACL、 先ほど社長もおっしゃっているようにそういった舞台にチャレンジする権利を得ることができましたが、その喜びがあると同時により難しい1年になるということがそれではっきりしましたので、もっともっと努力を重ねて結果また1年後に皆さんとこういうふうに喜び合えるように1年できるようにやっていきたいと思います。ありがとうございました。それでは次に丸山雄一選手に皆様にご挨拶申し上げます。こんばんは。ホーム最終的に足を運んだ場合で、寒い中熱い応援を声援をありがとうございました。勝ってしっかり終えられたことはとても嬉しく思います。まずはじめにスポンサーの皆様、グランパスファミリーの皆様、1年間多くのご支援ご声援ありがとうございました。今シーズンは新型コロナウイルスの影響により全ての人が大変な一年になったと思います。このような状況で本当にサッカーをやっていいのか、本当にまたサッカーができるようになるのか、本当に不安の中で過ごしていた日々を思い出します。今年はより一層グランパスファミリーの皆さんの存在がどんだけありがたかったことが、また J リーグ再開、また今日最終節まで戦い抜くことができたのは、たくさんの人の協力、支えがあってのことだと思うので、本当に感謝しています。本当にありがとうございました。来シーズンはもっと苦しいシーズンになると思います。チーム一丸となって頑張っていきます。来シーズンも引き続き応援のほどよろしくお願いします。最後に1年間の皆様からの温かいサポートに感謝いたしまして、ただいまから選手スタッフ場内を一周いたします。